2022年になって、対中国への牽制の意味もあるのか、海上自衛隊とアメリカ海軍が様々な共同訓練を実施しているよね。その中でも特に注目を集めたのが対戦線を想定したヘリコプター共同訓練なんだよね。SH-60K と MH-60R がタッグを組み、日本とアメリカの連携を確認して、さながら実戦想定の訓練を行ったと言われているやつだな。一部の情報では、実際に魚雷を使用した訓練を行ったとも言われている今回の訓練、今後の日本の防衛にどのように活かされるか期待しているところだよ。さて今回は、海上自衛隊とアメリカ海軍対戦線共同訓練の模様を詳しく紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊によると、今回の共同訓練については2022年3月11日のプレスリリースで、その内容の一部が明らかにされているよ。その内容によると、2022年3月8日と10日に相模湾にて、アメリカ海軍との初めての共同対戦水艦 ASW 訓練を実施したことを明らかにし、その目的として日米安保条約に基づく相互協力の基礎を確認することと、抑止力及び対処能力を強化するものとして、海上自衛隊とアメリカ海軍との相互運用性の向上を図ることとされているんだ。訓練には、海上自衛隊厚木航空基地に所属する実験航空部隊である第51航空隊、第513飛行隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターが参加し、アメリカ海軍も厚木海軍航空基地に所属する第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊と、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊の MH-60R シーホーク対戦哨戒ヘリコプターが参加したみたい。訓練の内容で注目すべきは、アメリカ海軍の MH-60R シーホークに、海上自衛隊が運用する魚雷を搭載して海面に投下するというもので、ヘリコプターから海面に落とされた訓練用魚雷は海上自衛隊横須賀基地に所属する、輸送艦2号が回収するというルーティンで行われたんだ。相模湾で訓練が行われたのはもちろん初めてで、アメリカ海軍太平洋艦隊では対戦哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練は、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ基地周辺で実施されているため、国外でも初めての実施となったし、ましてや海上自衛隊と共同訓練を行ったのも、今回初めてであったことから、初めて尽くしの訓練となったよ。そして、公表されている訓練目的をもう一度確認してみると、海上自衛隊とアメリカ海軍の対戦哨戒ヘリコプターを用いての共同 ASW 訓練とされているよ。実際に訓練の風景を目撃した関係者によると、海上自衛隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターは航空支援を担当していて、訓練用の12式単魚雷と思われる魚雷を投下したのは、アメリカ海軍 HSM-77 の MH-60R であることから、MH-60R での12式単魚雷の運用試験も行ったのではないかと思われるね。さらに、アメリカ海軍と海上自衛隊の武器弾薬の共通運用を確認する意味もあったと思われるんだ。アメリカ海軍と海上自衛隊が、武器弾薬を共通運用するとき、それは有事があったときにしかありえないぜ。アメリカがウクライナに弾薬を送るからお前の持ち分よこせ、とは言えないだろうし、日本はそれに応じる義務はないからね。でも、尖閣諸島に中国が侵攻してきたとき、これは日米安保条約の中で、日本とアメリカは共同で日本領土の防衛を行うことになり、武器弾薬も融通しながら侵略者に向かって対抗することになるな。まあ、尖閣諸島を日米安保条約の対象地域に含むかという部分は、アメリカも玉虫色の話しかしていないので不安要素は残るが、いずれにせよ、アメリカと日本は共同作戦を行うことがあり、そのためには様々な運用面の連携を高めておくことが欠かせないというわけだな。そもそも、日本とアメリカの兵器や武器弾薬は、日米安保条約を考慮して共用運用ができるように考慮されているよ。今回の共同訓練を行った海上自衛隊の SH-60K とアメリカ海軍の MH-60R は、どちらもアメリカのシコルスキーエアクラフト社製の SH-60 シーホークを原型として開発されたもので、さらにその原型をたどれば同じシコルスキーエアクラフト社の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークとなっているよ。この UH-60 ブラックホークはアメリカ陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターだけど、様々な任務に対応できる汎用力を持っており、そのこともあって派生型が数多く開発されているんだ。実際、アメリカ海軍や日本の自衛隊だけでなく、オーストラリア、台湾、コロンビア、メキシコ、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦などで導入、運用されている実績はあるよ。それだけ、
性能に優れたヘリコプターであることは事実で、おまけに今回の共同訓練で魚雷投下もできることが分かった時点で、さらに能力を誇示することができたとの見方もあるね。そして、海上自衛隊の SH-60K は、シコルスキーエアクラフト社の SH-60B に防衛省技術研究本部が開発したシステムを搭載し、三菱重工業者がライセンス生産した SH-60J をもとに、再設計された哨戒ヘリコプターとして運用されているんだ。今回のリブランド機は、2005年8月10日から運用されているもので、近代改装が行われていることから、まさに最新鋭のヘリコプターとして仕上がっているよ。基本的な外形は、SH-60J を踏襲しているんだけど、SH-60J はキャビンの天井が低いため作戦用機材を搭載した場合に、作業がしづらくなるという欠点が現場から寄せられていたこともあり、それを解消するためにキャビンを前方に 33cm 延長、天井高を 15cm 高くしたほか、胴体右側の扉の開口部を拡大することで、捜索救難や輸送の際の作業がしやすくなり、さらに用途が増えたってわけ。そして、注目すべきは対戦能力の向上でもあるんだ。リブランド機になり、対戦関連のセンサー類が一新されたんだけど、その際に逆合成開口レーダー ISAR 機能を導入した HPS-105B や、吊り下げ式ソナーとして海傘天井機構を導入して、低周波化した HQS-104 を正式採用するとともに、射出投下したその部位の音響信号を解析する機能も強化されているみたい。また、磁気探知機 MAD として最新技術が惜しげもなく投入された ANAS981 が搭載されているよ。兵装も、SH-60J ではマーク46魚雷と74式機関銃のみであったものが、SH-60K ではこれらに加えて97式、12式単魚雷の他に対戦爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対艦ミサイルの搭載が可能となったことで、地対空、空対艦、地対戦、空対空などの様々な戦場において対応することが可能となっているな。これを知った、中国の軍事関係者は中国空軍のヘリコプターの装備を見直し、日本に対抗するように性能強化を命じたとも言われているぜ。一方、アメリカ海軍の MH-60R は機上音響信号処理装置として、新型の ANUIS-2EMSP が採用され、吊り下げ式ソナーとその V 8機から同時に収集された情報の同時処理が可能となったよ。吊り下げ式ソナーには、低周波の ANAQS-22 フラッシュが採用され、その V 発射機も新型となった上に、ANAPS-147 合成開口レーダーが新規採用され、電波探知装置 ESM には ANALQ210 を搭載するなど、自衛隊機以上の能力を有する機体に仕上がっているんだ。これだけの情報を見ると、アメリカ海軍も海上自衛隊も、高性能な対戦哨戒ヘリコプターの運用を行うことにより、対潜水艦船能力の高さは世界でもトップクラスの能力を秘めていることがわかるよね。ちなみに、対潜哨戒ヘリコプターの ASW において敵潜水艦を探知する方法はいくつかあり、まず一つには敵潜水艦が潜んでいると思われるポイント上空に到達した後、ホバリングをしながら吊り下げ式ソナーを下ろし、音波を発信するアクティブモードで探索する方法が一般的だね。もしソナーに反応がなかったら、別のポイントに移動して同じ作業を繰り返すのと並行して、母艦にデータを送信して敵潜水艦が潜んでいる位置を正確に割り出す作業を行うよ。また、もう一つはその V と呼ばれるコンパクトなポジティブソナーを多数投下し、敵潜水艦が発するエンジン音、スクリュー音などを探知したその V が送信したデータを分析し、敵潜水艦の艦首や位置を割り出す方法も並行して行われることがあるってわけ。これらに加えて、海上自衛隊の SH-60K に搭載された磁気探知装置 MAD が、大きな威力を発揮することが期待されているよ。具体的には、装置を機体から吊り下げた状態で飛行しながら、敵潜水艦の艦体から発する磁気を探知させるもので、これらの方法は固定翼対潜哨戒機の P3C や P1 などでも同じだね。このように、敵潜水艦を探知し位置を割り出したら攻撃を行うことになるんだけど、敵艦を確実に撃沈する場合には魚雷攻撃を実施することになるってわけ。この時、自衛隊が使用するのは日本の独自開発により開発された12式単魚雷なんだ。これは、防衛省技術研究本部と三菱重工業者が開発し、2012年に正式採用されたものだけど、それまで使用されていた97式単魚雷の深海域対処能力に加え、沿岸海域での運用も視野に入れて開発されているんだ。深海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、
海底地形などが複雑なために、正確に目標に到達させる能力を高める必要があったみたい。そのため1-2式単魚雷では、旋回域でも対応できる新型の後退域音響振動子アレイが用いられ、さらに沈底潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されたことで、誘導部の残響処理など信号処理能力を向上させることに成功したよ。このことで、日本の沿岸部や諸島部の浅瀬に潜んでいる敵潜水艦をいち早く探知することができるようになり、さらには発見時に速やかに攻撃して撃退する攻撃能力を一度に手に入れることができたってわけ。ここまでの能力を有することができれば、あとは訓練により連動を高めることが必要だね。今までの訓練だけでなく、今回の共同訓練のように、様々な技術や経験を積む機会を設けることで、連動をどんどん上げることも必要だな。特に、共同訓練を行うことはアメリカとの共同戦線を誇示することにつながるから、中国やロシア、北朝鮮に対して、日本に手を出すとアメリカが黙っていないとアピールすることにつながるぜ。まあ、実際にアメリカがそこまで日本のために戦ってくれるのかどうかは不安だが、アメリカだって日本の高性能魚雷を手に入れることができるなど、メリットは少なくないな。日本としては、独力で国土を守る能力と、アメリカと共同で作戦行動を行えるポテンシャル、この二つを周辺国に継続してアピールしていくことが必要なのだろうと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日には程遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。言った3か5くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で、発表したんじゃないかな？つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の鋼竜や闘竜など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した鋼竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋼竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。鋼竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに鋼竜の建造費は660億円だったそうだぜ。この鋼竜の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者鋼竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。
ここで、欧州に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は欧州といって、双遊型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリー統計は19日、欧州に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双遊型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は欧州が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野彰氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリー・トウティアオの記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、欧州については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、
中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、欧州に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね、そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、騎走馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。え、なら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。2022年4月12日に韓国のメディアが総じて、アメリカ海軍のニミッツ級原子力航空母艦エイブラハム・リンカーンを中心とする空母打撃群が、今週中にも日本海に展開し、韓国海軍と合同軍事演習を実施する予定であることを伝えているほか、日本の TBS テレビニュースと韓国の一部メディアでは、12日にはすでにエイブラハム・リンカーンが日本海に入り、公海上を航行していると報じているみたい。アメリカの原子力空母が日本海に展開するのは2017年11月以来約5年ぶりのことだったか？当時やはり北朝鮮が大陸間弾道弾ミサイル ICBM の発射実験を繰り返したばかりか。核実験までも行ったことで朝鮮半島の緊張が最高に高まったため、当時のドナルド・トランプ政権が、空母ロナルド・レーガン、セオドア・ルーズベルト、ニミッツの3隻のニミッツ級原子力空母を日本海に展開させて以来のことだよな。北朝鮮はほんと自分たちの道を行っている感じだよね。ひたすら実験を繰り返しているし。そうだね。さて今回は、そんな北朝鮮の行動も含めて、アメリカ海軍の原子力空母が約5年ぶりに日本海に展開したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。北朝鮮は2022年が明けてからというもの相次いで各種弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、ロシアによるウクライナに侵略にアメリカや、ヨーロッパ、日本などが対応に追われている中で、その間隙をつくかのような動きを見せていて、3月25日にはアメリカがこれまでレッドラインとしてきた、アメリカ本土まで届くとされる ICBM ファソン17を発射するに至っているんだ。そしてさらに最近になって、4年前の2018年5月に米朝首脳会談を前に坑道などを爆破して、閉鎖したとしている北東部プンゲリの核実験場について、アメリカの研究グループの衛星写真解析によって坑道の掘削作業が行われている可能性があると指摘されていて、再び使用するために復旧作業を行っているのではないかという噂が飛び交っているよ。これら北朝鮮の挑発とも思われる活発な軍事活動を受け、さらに2022年が生誕110周年となる故キム・イルソン主席の誕生日太陽節が4月15日であり、また朝鮮人民革命軍創設90周年を4月25日に迎えることから、弾道ミサイル発射だけでなく7回目の核実験をも行う可能性があるとして、北朝鮮の弾道ミサイル発射実験や核実験の再開に対して、アメリカが断固反対するとの強い意志をアピールするため、今回のエイブラハム・リンカーンの日本海派遣に踏み切ったと見られているよ。空母エイブラハム・リンカーン CVN-72 は現在アメリカ海軍が10隻運用しているニミッツ級航空母艦の5番艦で、艦名の由来は、第16代アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンにちなんだもので、この世界最大の原子力空母の艦体サイズは、満載排水量10万4263トン、全長333メートル、
最大幅 76.8 メートル、喫水 11.3 メートルで、ウェスティングハウス A4 ダブル加圧水型原子炉2基によって26万馬力210メガワットの出力を発揮、4基の蒸気タービンで30ノット56キロメートル毎時以上の速度で航行するものとなっているんだ。乗組員の総数は、総艦要員として士官と兵員合わせて3200名を要し、航空要員として2480名と、それ自体が小さな町と言われるほどなんだよね。確かにそれだけの人数がいれば小さな町と言われても納得だね。五艦近接防衛用の兵装には、艦対空ミサイルリム7シースタロー単サムとリム116ラムがそれぞれ2機ずつのほか、近接防御火器システムシウスファランクス3機が搭載されているよ。艦載機は最大で90機の搭載が可能とされ、平時でも70機前後を常時搭載しているんだ。現在は第9空母航空団 CVW9 として、第14戦闘攻撃機構隊 VFA14 トップハッターズ FA18F ブロック2、第41戦闘攻撃機構隊 VFA41 ブラックエーセス FA18E ブロック2、第151戦闘攻撃機構隊 VFA151 ビジランティス FA18E ブロック2の、F18 スーパーホーネットの3個機構隊と、最新鋭の第5世代ステルス戦闘機 F35C ライトニング2で編成されている。第314海兵戦闘攻撃機構隊 VMFA314 ブラックナイツが搭載されているみたい。F35C は F35 の派生型の一つ、艦載型 CV の艦上戦闘機で、低速時での揚力の増加と安定性の強化のために主翼垂直尾翼水平尾翼が、それぞれ通常離着陸型の A 型より大型化されているほか、空母へ格納するために主翼が折りたためる機構が追加され、発着艦時の衝撃に耐えられるように機体構造や降着装置の強化と、前足の車輪がダブルタイヤとなった上にカタパルト発進バーが追加装着され、胴体後部下面に A 型よりも強度を増した収納式のアレスティングフックが装備されているよ。また、第9空母航空団には4個の戦闘攻撃機構隊の他に、第133電子攻撃機構隊 VA933 ウィザーズ EA18G、第117艦上空中早期警戒機構隊 VAW117 オールバンガーズ A2B、第14ヘリコプター海上戦闘機構隊 HSC14 チャージャーズ MH60S、第71ヘリコプター海洋打撃機構隊 HSM71 ラプターズ MH60R、第40艦隊兵站支援機構隊第3分遣隊 VRC40 デッド、サンローハイズ C2A 輸送機、などが配備されているんだって。北朝鮮の人民空軍が保有している最新の戦闘機はロシア製の第4世代戦闘機のミグ29で、40機程度を保有しているとされている他は、さらに旧式のミグ23、ミグ19、ミグ17、ミグ15などであり、朝鮮戦争時の戦闘機でさえ現役として運用しているとされているぜ。さらには経済制裁のために慢性的な燃料不足のため訓練飛行がままならず、パイロットの練度が低いとされている上に稼働率が低く、ミグ29でさえどれほど飛行可能であるかは不明と言われているほどで、アメリカの第9空母航空団だけで北朝鮮上空の航空優勢を確保可能とされており、北朝鮮には相当の圧力になると見られているな。空母エイブラハム・リンカーンを機関とする第3空母打撃群 CSG さんは、2022年1月3日に母港のカリフォルニア州にあるサンディエゴ基地を出港し、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦モービルベイ CG53 と、第21駆逐隊 DESRON21 のアレイバーク級ミサイル駆逐艦フィッツジェラルド DDG62、グリッドレイ DDG101、サンクソン DDG102、スプルーアンス DDG111 の水上艦6隻その他攻撃型原戦1ないし2隻で構成されているよ。この第3空母打撃群の日本海展開について、韓国メディアは北朝鮮を牽制する米韓合同演習のためと見ているようだけど、アメリカ海軍第7艦隊に日本の NHK が4月12日に取材したところによると、海上自衛隊と共同訓練を行っているとしており、海上自衛隊の村雨型護衛艦稲妻 DD-105 が随伴して航行しているのが確認されているんだ。このことから、第3空母打撃群と韓国軍との合同演習はないとの見方が出ており、先日の大統領選挙で野党のユン・ソンによる候補が当選したための混乱などもあり、毎年この時期に実施している米韓合同演習は延期もしくは中止となる可能性が指摘されているね。あるいは、ムンジェイン政権が中国ロシア寄りの姿勢を見せていたことにアメリカが苛立っているとの見方もあり、海上自衛隊との共同訓練を選択したことで、ロシアへの経済制裁に消極的な韓国に釘を刺していると指摘する声もあるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、タイについてだよ。これまたピンポイントだな。そうだね。
みんなはタイのバンコク正式名称を知っているかな？そんなの簡単じゃないか。バンコクだろ？おいおい、雑学に出すくらいだから、そんな安直な考えなわけないだろ。バンコクなんとかかんとかだろ。お前も全然わかってねえじゃねえか。おいつもと逆パターンだね。まあ正解を言うとね。クルンテーププラマハーナコーナモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターナモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤウィサヌカムプラシットと言うんだって。なんだその長さは。全然わかんねえし、バンコクついてねえじゃん。確かにね。みんなも、頑張って覚えて、みんなに言ってみよう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。クルンテーププラマハーナコーナモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターナモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤウィサヌカムプラシットだよ。クルンテーププラマハーナコーナモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターナモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤウィサヌカムプラシットだね。言えたよ。なら俺も。クルンテーププラマハーナコーナモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターナモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤウィサヌカムプラシットだぜ。楽勝だな。